トリックオアトリート。材料は牛乳パック2本です。1本は上の三角部分と底を切り取ってこのようにします。底の長さ分ぐらい、だいたい7センチぐらい両側を切ります。もう一つは上の三角部分だけを切って真ん中で縦に切ります。底の部分をこのように斜めに切って、パックの折り目で折ります。反対側も同じように斜めに切って折り目で折ります。このように折れたらテープで留めます。こんな感じです。同じようにもう一つのパックも作ります。できたら上の方をテープで留めます。留めるとこのような感じになります。はじめに作ったもう一つのパックに入れて、この辺同士を合わせてテープで留めます。留めるとこのような感じになります。押したり引いたりするとパクパク挟めるようになります。これに顔をつけるとお化けの完成。このお化け、みかんのような重たいものもつかめます。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。